りそうだ。黒染めをご所望ですか？黒が映えるお方だ。では。巴の修練場は近くのはず。こんなところで死にたくない。何の話だ。旅の阿久道を襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえねえ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ？ついさっきだ。腹をすかせた獣のように暴れ回ってただろう。我らが追いはぎの濡れ衣を着せられる。北へ行けば真相がわかるか。先生。と物見とは。
んたがクロード？ここで何が？行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。友への仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は？この近く。なぜだ？足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か？気にするな。新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて叱るのち離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が？阿久殿の悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな、後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても利はないはず。いや、だが櫛寺は民の拠り所。道を封じて士気を下げる策か。まだ定かではないと。何とも言えん。今はな、巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。地の果てまでも追い詰めてやるわ。いや、荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。地の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど、考えたの。街道を進んだ。見つけ出すぞ。これ以上巴どもの気まぐれで櫛の民を死なせてたまるか。来い。いや、急げ。馬を降りる。来い。探る暇はない。せいてはことを子孫じると言いますぞ。何故一人で？助けてやらねば。助けて。動くな。ああ、ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む？あの女が言うには。巴が？申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ！賭けだ。
巴の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は2日前に話をした。巴と？この女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな、野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に？失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな、年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです？わしもおぬしも武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか？だからこれまで生き延びたのだ。おぬしは違うか、クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。